皆さんこんにちは。こんにちは。今日は新しいテントを購入したので、はい、そのご紹介になります。はい、これまでですね、うん、2年はならないのかな、うん、ギリアのテントを購入しまして、はい、まあ、それが一応僕らのメインテントとして、うん、使ってきたわけなんですけど、うん、あと冬場はポリコットのね、うん、ワンティグリス のソロホームステッドとかスーパーシェルターとか使ってきまして、で、やっぱりね、2人でキャンプとか車中泊をする中で、うん、スタイルがどんどん変わっていきまして、うん、で去年の冬なんかは薪ストーブとかもですね、チャレンジをして冬のキャンプに、まあ、ちょっとこうどっぷりハマったというか、うん、ね、すごく楽しんだ冬でもあったんですけど、うん、そういうこともあってですね、まあ、最初はすごく良かったギリアも、うん、まあ、だんだんスタイルに合わなくなったねということでですね、うん、知り合いの方に それを、まあ、お譲りしまして、うん、でまた別なテントを今回ですね購入しました、はい、まあ、それがローベンスのクロンダイクというものになるんですけど、うん、日本で買うとですね結構高価なんですよ、うんうん、で、ね、まあ、なるべく安く買いましょうっていうのが、まあ、我が家のスタイルで、うん、まあ、昔からですね、うん、で結局そういうものはなるべく安く買おうとなると、うん、もう自分で輸入するとかもそういう方向に行っちゃうんですよ、うん、で今回も調べたら、まあ、日本で売ってるところが1店舗だけありまして、結構高いんですよね、やっぱテントってね、12万ぐらいするんですけど、うん、音入ってるかな、音入ってると思う、すごいね、重音格がすごくない、オスプレイ、濃い濃い音だよね、あれオスプレイなの、うん、ほら、え、オスプレイってこうじゃないの、オスプレイってこうじゃないのだよね、違うよ、違った、はい、話に戻ってください、はい、うん、で、まあ、ショップで買うと結構高いんですよ、うん、で、個人輸入で行きましょうということで、うん、まあ、いいとこ安いとこありましたよって報告しまして、はい、で、サイトを調べるとですね、うん、どうやら日本に発送してくれそうな感じなんですよね、うん、で14万以上購入だったらなんか送料無料って書いてあって、うん、まあ、14万全然足りんかったんですよ、うん、まあ、内訳先に話しとこうかな、うん、そっちが早いよ、うん、まあ、僕らが購入したのは、うん、ローベンスのクロンダイク PRS っていうものになります、うん、はい、普通のクロンダイクはワンポールテントでポリコットなんですよ、うん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 、で今回はポリコットンじゃないナイロンのものですね、うん、多分珍しいと思うんですよ、はい、でそれがですね本体価格が 77,754円、うん、その個人輸入で買った場合のと、うん、ことだよね、そう、はい、イギリスのお店なんですけど、うん、そこで、まあ、その金額で、まあ、日本円に換算してですね、うん、その金額でありまして、で送料が、8万いっちゃったなんでやねなんでテントより高いのよそう、なんか自分で取りに行ったぐらいの金額だよね送料が8,989円、うん、まあ、結構高いです、うん、まあ、それでも安いですね、うん、そう、うん、正規で買うよりは、ね、はい、日本で買うよりは、で合計が 86,744円になりました、うん、はい、まあ、約ね 35,000円ぐらいの差額があるんですけど、うん、35,000円ってペトロマックス買えますからね、うん、そう考えると結構でかいんですよね、うん、なんか奥さんに日本の金額で言って、うん、まあ、いいよって言われたら、うん、内装で個人輸入をしてその差額で本当にペトロマックス買うっていうのもありだと思うんですよちょっとまあいやらしい話だね、いやらしすぎでしょ、うん、いや奥さんに最初の値段を言っといて、ああ、いやいや、なんかね個人輸入があって35,000円も安く買えるんだよって言って、うん、持って行った方が買いやすいのね、逆に言えば。でも奥さんだったら35,000円浮いたらそれでじゃあ別なの買っていいよって絶対言わないでしょ、それは言わないけどだよね、でも、うん、12万っていう金額出されたら、うん、いやいいよって言わないでしょみんな、うんうん、だから本当はねこっちで買えば12万なんだけど、うん、個人輸入したら35,000円も安く買えるんだよ、だったら良くないって持っていった方が買いやすいじゃん、うん、まあそうですね、うん、ずる賢い頭がいけない、でもみんなそうなんだよ、その浮いたお金で何か別なの買いたいじゃん、お小遣い制の旦那さんはぜひやってくださいでちなみにですね、イギリスのケタリングっていうところから発送されまして、うん、約5日で届きました、うん、で思ってたよりかなり早かったですね、うん、日本に入ってからも早かったよね、うん、早かったね、うん、
日本入ったみたいだよって言ってから次の日に届かなかったっけ、うん、イギリスから大阪に一旦着いて、うん、大阪からあの来たんですよ、うんうん、鹿児島まで、うん、なんか荷物って、ま、関西からだと1日で着くじゃん、うん、だからそれ通りだね、うん、だよだよ、うん、だ早かったですね、うん、本当早かった、うん、であの購入したところはあのブラックリーフっていうお店だったんですけど、うん、もう僕が届いたから多分もしそこで買いたいっていう方いればそこで購入すれば、まあ、おそらく届くと思います、うん、よっぽど何か問題がない限りはですね、うん、ただまだ私たちも中は見てないんですよ、うん、なんですよね、うん、まあ、個人輸入ってあるあるだと思うんですけど結構あの外の段ボール、うん、ボロボロでしたね、ボロボロでした、うん、だからちょっと心配しながら開けたんだけど、うん、中はその外見はね問題なかったです、はい、ただ中を見た時にその動画で撮った時にねなんかこう新鮮感がないよねっつって、うん、初お披露目しようということで、はい、まあ、今からあの現品確認も兼ねてちょっと中身の方見ていこうかなと思います。はい、はい、それではですね早速こちらになるんですけど、じゃじゃーん、ローベンスのクロンダイクになります。はい、まあ、シートのカラーはもうこれ一緒ですね。で素材があの何だったかな、一緒って一色しかないの、この色は、うん、この色じゃなかった、この PRS っていうのはこれだけ、うんうん、一色だけですね、一色だけで、もうこの色、うん、オリーブ、オリーブっていうのかな、まあ、そこそこ大きいです。はい、はい、それがですね、クロンダイクの PRS こういうものになります。で中には、各国の言語で、まあ、説明書みたいな感じで書いてあるんですけど、サイズ的にはあのこんな感じです、うん、一番高いところで2700、うん、2m70cm ですね。で奥行きが 3m70 で、あの横幅が 3m90 です、うん、はい、でこのようにあの、まあ、マックス6人寝れるっていうふうに書いてあります、うん、はい、でここの間口の広さですねが 1m90 になります、うん、結構大きいと思うんですけど、うん、まあ、これよりあのワンサイズ大きいグランデっていうサイズがあるんですよ、うん、まあ、それはこの PRS っていうのはなくって、うん、あのポリコットンのものになるんですけど、うん、まあ、それはですね、それぞれ多分50センチは大きい、4メーターあるので、うん、うん、すごく大きいです。一回り小さいってことかな。そうそう、うん、小さいというか普通サイズ、グランデが一番大きいサイズなんで、はい、ですね、はい、であとこれの、クロンダイクの特徴としてはここからの煙突が出せるのがもう標準でついてるっていうのが、うん、まあ、特徴ですね、うん、センターポールに近いところに煙突が出せるっていうのはかなり大きいと思います、はい、まあ、それが避けて、まあ、これを購入したっていうのもあるんですけど、うん、そうだね、はい、早速開けてみましょうか。はい、あ、はい、それでは中の方開けていきます。はい、こんな感じですね。なんか紐が、うん、テントの素材と同じような紐が入ってた。お、びっくりした。これ入ってないのかと思った。これと最大中に入ってる。入ってるよね。あ、これとこれですね。これがあの付属のポール。あ、なんか素材すっごいしっかりしてる。ここ触ってん、ほら、入れ物もすごいね。うん、入れ物すっごい頑丈、うん、頑丈、滑らないから出しにくい。でも中滑らない感じだな。うん、すっげーしっかりしてるね。おアルミ、アルミ、これが多分もう一個入ってると思う、中に。ああ、あ、上だけだ、下がこうなってるから、うん、やっぱり普通のあれと違うわ、クロンダイクと。でお次はこちら、ちょっと開けてみます。あ、これはペグですね。これも同じようにしっかりした素材で作られてます。一旦出してからこれとリペア用のシールが入ってます。破れた時用ですね。あ、はいはい、このテントが破れた時用のリペア用の、シート
多分シールになってまして、これがおそらく網戸の部分、うん、でこれがテントの本体部分と、あとこれがグランドシートなのかな、うん、ちょっと色味が違うのが2枚入ってます。これ地味にありがたいですね、うん、はい、ポールはですね全部でこんな感じの、ものになります。で全部、バンジーコードでつながってまして、まあなくすることはないですね、うん、でこちらがセンターポールで、こちらがあの入り口のフレーム、うん、まあ、A フレームって皆さん言ってたんですけど、そちらのフレームと、あとペグがたくさんで、あと謎のこれなんですけど、これはですねテントの多分センターポール用の部品だと思うんですけど、うん、あの上につけると思うんですよおそらく、まあ、また後で見ながらですね、あのこれをはまる場所を探して使ってみようと思います。クロンダイク用のグランドシートではないんですけど、うん、手持ちがこれしかなかったので、まあ、これを一応仮で使ってみます。はい、それでは広げたのが今こんな感じなんですけど、ちょっとねまだね、あの全体的なイメージっていうか、うん、全然できてなくて、おそらくここがですね真ん中になるんですよね。ここが、うんうん、真ん中にポールが立ちます、うん、で、今から下の方をペグダウンするので、入り口の両サイドペグダウンして、奥の方して両サイド止めて、うん、あの均等に歪みが出ないように、うん、あの動画を見て勉強したようにちょっとやってみようと思います。はい、頑張って、はい、これですね下の、 あのグランドシートといいますか床の部分と、うん、横 の、 あのこのテントの部分ですね、うん、がファスナーでつながってるんですよ、うん、この手のやつってつながってるのが結構あるみたいで、でこれですねこんな感じでビニールがついてるんですよね。雨が入らないようにか、風が入らないようにか。ああ、本当だ。ねえ、これちょっとすごいね、うん。で、さらに上からもちょっとスカートっぽい感じでこう重なるようにですね。ここにはかっこいいこの刻印が書いてあります、うんうん。はい。これすごい。このビニール。うん、まあ、どんぐらい持つのかわかんないですけど。結構劣化しそうね。うん、なんか硬くなりそう。うん、こんな感じでまず両サイドからここもですね、でここはちょっとピンと張った方がいいみたい。うん、でここを止めたら次は後ろですね。はい、あ、これ結構でかいね。グランドシートには収まらない、はい、ああ全然収まらないね、うん、専用じゃないからなんですけど、まあ、後ろってこれとこれだよね。うん、だと思う。これね、うん、こちらが真後ろになります。で次真横、うん、これがこれ真横だね、おそらく。うん、横も何、交互に交互に貼っていくの？あとは順番でいいんだろうけど、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12箇所、今のとこまだまだ今からいっぱい打ちますよ。はい、例のこれ
やっぱり場所が分かんなくて、うん、あのポールの上か下っていうのはもう明らかなんですよ、うん、で下の方はこのようにですねキャップがついてて、うん、まあ、上もついてるんですけど、どっちかっていうとあの上の方にこれをつけてあげたいんですよ、うん、テントを傷めるから、うんうん、でここはなんか硬いプラスチックとかそういうのではなくてちょっと厚めのテントっていう感じの素材なんですよ、うん、だからまあこれ直で行くと穴が開いたりとかっていう原因になりかねないので、うん、これを一応ここの方にあてがって、うん、うまくここでこう突っ張ってみようかなって、うん、でも別にここの中に入るわけでも何でもないから、うん、そうだよね、プリッといくもんね、そうそうそう、ちょっとまあ分かんないですね、まあ一応分かんないけどやってみる、分かんないけど、うん、ここに当てがってどうにかやってみる、うん、うまくできるのか、うん、本当はだからカポって入るんだよ、うん、だけど何でも言うけど、うん、そうそうそう、なんか思ってたんと違うこのセンターポールは足でですね調整できるようになってます、うん、穴がいくつかあって、だから最初一番下にしてて、あのポールの中にこう入れてテントを押し上げた後にこれを伸ばしてあげるといいかもしれないですね、うんうん、5段階ぐらいあるかなだね、うん、ちょっとじゃあうまくやってみます、はい、はい、うまくいかない立ち上がったよ。あ、かっこいい。あ、めっちゃいい感じだよ。こんな感じ。え、あれでうまくいった。うん、どうにかちょっとやってみた。だからできたっぽいね。あ、ほんとだ。でも、ちょっと出してみる。あ、なんじゃな。うん。不安定じゃなくな。お次はこの A フレームっていうのを入り口の方に立てたいと思います、うん、まあ、結構大きいですね、思ってたより、うん、まあこんぐらいのサイズです、はいはい、ちょっとこのまま中に入れます、はい、ここに穴があるんですけど、うん、入り口に、はい、とここの先端のこの先端の穴を合わせます。はい。一応中は立ちました。はい。中は立ったんですけど、うん、一旦あの全体的にペグダウンするので、うん、ここは閉めます。はい。中はバランスがね、変わってくるんだって。作りはかなり頑丈だね。頑丈。やっぱり、うん、かなり頑丈だ。地味な作業です、うん、糸で巻いてあるからね、簡単に取れないんです、サミックはカッターがあった方がいいね、うん、角がこういう風になってまして、うん、でここをですね、これが今この入り口の
これをここに挿して、はい、今入った。これを締めてあげると、こうですね。はい。お互いのファスナーが重なるような感じ。このようになりました、うん、今両サイドを締めて真ん中がこのようなあのファスナーの形で収まるようになっていますこうですね、うんうん、でこの上を垂らせば、うん、OK じゃあ次はプルダウンいやだ、ね、この横の部分をペグダウンしていきます、はい、今ここで調整ができるようになってますので、うんこんな感じでピンと張ってねはい、はい、全部打ち終わったね、うん、あとは自分で準備しろよっていうことなんだろうねあここもキャップがついてんだほら雨が入らないようにポールの上につけるキャップがついてましたこういう風につけるわけですねほらね、うんうん、これで雨が入らないはい、でちょっと中の紹介をしようかな、うん、入り口がですね172センチあります、うん、であの動画で外国の方が建てられてるのを見たんですけど、うん、おそらくその説明してる外国の方190ぐらいあるのかなでかくて、うん、ここ172って書いてあるんでめっちゃちっちゃく見えるわけ、うん、そのサイズ感が完全にバグっちゃってさ、うんまあ、今目の前に立つとあ172ぐらいだわって思う、うん、だから大体普通の日本人はまあ入れると思います、はい、でこのままでも入れるし、うん、ここの下のさっき閉めた下を開ければ、うん、完全にフルオープンにできます、はい、でここで開けますね開けて、ここで止めれば、うんうん、中はこんな感じです、うん、窓が3箇所窓が3箇所であと上が開くんですけど、うん、今どうだろうちょっと木陰っていうかの中にいるんですけど、うん、結構暑いです、うんうん、多分やっぱ夏場は あんまり向かないテントなのかもね、うん、そうだね、うん、冬場のおこもりキャンプにはいいと思うんですけど、うんまあ、夜になるとね多少風は入るかないや入んないと思う入んないかもね、うん、窓が少なすぎるもんね、うん、であとはですね一応ここ あのグランドシートの上に敷くあのフロアカーペットっていうのかな、うん、っていうのが売ってるんですけど、うん、それをつける用の穴も全部隅っこにこういう風についてますこ
これですね。はい。うんうん。あとこの先ほどつけた A フレームなんですけど、うん、普通のクロンダイルはここに差し込んで、張り具合を調整できるようになってるんですよ。うん、で、今回買ったこの PRS ってやつは、うん、下のこのマットっていうかシートに縫い込んでありますね。調整できないやつ。ああ。ここにも刺すだけ。そうなんだね。うん、両サイド。張り具合の調整はできません。はい。ここの角にはこれがついてるんですよ。うん。全部、ほら、隅っこに。これ何するんだろうね。え、なんだろう。で、あとは、全部のクロンダイルについてる、こう上見えてる。うん。ほら、こんな感じで。引っ張ると開きます。ここを。引っ張るとほらこういう風に引いていって、ああそうなんだ、うん、一応これで冬場でも換気が簡単にできるようになってます。はいはい、そうなんだね、うん、だこれで若干ね熱気は多分逃げてると思うの、うん、ここら辺熱こもってないもんそんなに、なんかこう風が上がっていってると思うんですけど、うん、やっぱりそれでも全然補えないぐらい の熱気がありますので、うん、そうだね、うん、まあ、夜になってどうかなっていう、使ってみてからだね感想は。そう、まあ、ただこの入り口もメッシュの部分少ないんですよ、うん、だから結構多分暑いかも。で、あとはあれですね、ここにほらちょっとこうペロンってなってるけど、うん、煙突を出せる穴があります。あ、はいはいはい、パイ160ぐらい、うん、だから16センチぐらいの煙突はここから出せるみたいですね、うん、で一応それ用でここの下も開くんですよ。まあそれ用でっていうかここだけ土間にできたりするんですよね、うん、できるんですよね。こういう風にして、はいはい、こういう風にですね、うん、ここだけ土間仕様に、まあ雨の日なんかはもうこれで、うん、そうだね、うん、靴でも中まで来てさ、うん、あとこっちでもキャンプみたいな、うん、ご飯を食べたい。はいはい。で、開けたはいいけど閉めるのが一人では大変この A フレームがさ、両サイドにわっぜ引っ張るからさちょっと待って来た、そこくっつけて、よっしゃ。このテント自体上の方が耐水圧5000ミリになります、うん、で下の方がちょっと謎の1万っていう数字になってるんですけど、うん、水が上がってこないみたい、うん、なんか雨の日でも結構ガシガシ使えるんじゃないかなと思います。はい、あとまあ風なんかにも結構さっき言ったみたいに強いっていうことで、まあ、そんなね、爆風の時にやってね、キャンプはしないんですけど、うん、しないね、まあ、これだけペグダウンすればね、うん、ちょっと手持ちで触れるかもしれないんですけど、一周回ります。僕のロゴがかっこいいですね、はい、ローベンソンのロゴ。あ、後ろは割と普通かな。今後ろの方、この上のメッシュの部分もいいね。うん、そうだね。最後にちょっとまたざっくり測ってみようかな、うん、サイズ感っていうのが分かんなくて、うん、僕も結構迷いましたので、とりあえずここの入り口がアマックスで172ってここだから、今これキャップを引っ張ってるここ、うん、まで165センチあります、はい、でここの入り口がざっくり1メーター90センチ
はい、あります。冬季、あっちの壁まで。うん、壁までが3m70。はい、あと、あの170センチの僕が立った時のサイズ感が、わかるかな。こんな感じなんですけど、うん、実際、真ん中はまあ普通に立てます。うん、全然、手も見えてる。見えてる。全然こう、当たらなくて、まあ、広々をしてます。はい。で、両手も広げることができます。はい。でも、この両サイド、どこら辺までいけるのかなっていうところなんですけど、うん、170センチの僕が、まっすぐ、まあ、約、今、頭も当たってますけど、うん、この立てる範囲。ああ、そういうことね。中心から、まあ、90センチぐらいのとこが、もうこう、頭がこう当たる感じ。うんうんうん。まで立てます。はい。はい、だから、まあ、言えば、あの、センターポールから90センチの丸の部分はずっとこう、立てる感じ。頭ってこんな感じで。それより外の方が広いけど、まあ、こう、ちょっとこう、しゃがまないといけない感じ。うん、だから、ベッドとか荷物を置いたりっていうので、あの、角の方は使えるんですよ。うん、で、コットもね、あの、3つ入ってる方とかいらっしゃったので、うん、まあ、使い方によっては広々使えると思います。はい。で、コットの下に荷物を入れたりとか、うん、まあ、工夫すればね、レイアウト。うんうんうん、まあ、私たちの目的はもうこのテントじゃないとっていう感じだったから、このテントにしただけであってね。うん、まあ、鹿児島雨が多くて、うん、この耐水圧をですね、ちょっとまあ、今回注目して、まあ、これにしたんですけど、うん、ワンポールテントであることと、うん、まあ、おこもりキャンプができるっていうことと、うん、薪ストーブが真ん中に入るやつっていうのと、うん、その耐水圧があるやつ、うん、でもこれでした。はい、でこれだと、まあ、テント穴が ここにあるので、うん、まあ、ここら辺にこう薪ストーブを、まあ、こっちかこっちか置けば、うん、そこで料理をしながらできるし、このセンターの方でね、うん、テーブルを置いて薪ストーブを置いて両サイドの方に、まあ、ベッドコットを置いたりとかね、うん、そういう感じのレイアウトで一応イメージして、これを購入しました。はい、ちなみに今日扇風機持ってきたんだけど、ちょっと今日で回したらどうなるかやってみようかな。うん、やってみて。中の風をバーって出してさ。あー、そうね。まあ、扇風機で中の熱気を外に出しながら、中で快適に過ごすことができるかどうか。うん。体感今はどう？さっきと比べて。まあ、日向よりはいいっていう感じですけど、やっぱり風を感じないですよね。でも今最高気温、今何度だろう ?30 度前後だよね。うん。まあ、多分この気温ではないから。いや、30度はいってるよ。全然いってる。30度いってる。超えてる、超えてる。逆にこれを換気扇代わりに、こうやったらどうだろう。え、風が飛んない、こっちの方が。まあ、風が飛んない、通るよね、うん。入ってくる。だってさっき私の方に扇風機向いてたけど、うん、全然風感じなかったのね、あんまり。うんうん、今ちょっと冷たいもん、風が。入ってくる風が冷たい。いや、こっちの方がいいと思う、でも。ここにいるからって、私は。だからもう入り口だからだからね。ここ暑いよ。ああ、そうなんだ、うん。ね、でもさ、テントってさ、うん、いや、このくらいは普通暑いでしょ。うん、だから思ってたよりそんな暑くない、うん、そんな暑くないよ今はね。うん、今は。だ、扇風機外に向けると、あの、すごい体感上がったよ。ああ、そうなんだ。うん、だ、ここを閉めて、だ、虫が入るから、うん、夏場中で寝るんだったらここは絶対閉めないといけないと思うわけ。うん、でもやっぱダメだね。まあ今真っ昼間だからね。うん。まあこれが実際夜になってどうかっていう。いやー、夜も寝れんわ、これじゃあ。試してみようか。うん、試そう。早い段階で試せるといいんだけど。うん、まあ、それは今度のまたキャンプ、一泊泊まりのできるキャンプの時に、お伝えできたらなと思います。あと先端の上の方はちょっと、ぐねってなってます。あのキャップみたいなやつ。でもやっぱそれ用だったんだろうね。ちょっと見えないですけど。うんうん、まあ、この、あのキャップがないままだと、ほんと穴開きそうだね。うん、痛めるよね。うん。こんだけ引っ張れば。まあ、設営の方はですね、慣れると比較的、まあ、簡単らしいので、うん、
まあ、そこら辺はね良しとして、うん、やっぱり夏場はですね皆さん言われる通りちょっとまあ厳しいのかなと、うん、まあ、真っ昼間からこういうふうにテントの中に入る人ってなかなかいないと思うんですけど、うん、あとは実際夜にですね、まあ、中に入って、まあ、どのぐらい の, あの熱気のこもり加減なのか、うん、っていうところを実際にキャンプしながらサマーシーズン使えるかどうかっていうのを試してみようかなと思います。はい、これにタープをするわけだからね。そうそうそう、うん、前の方はタープをして、うん、前の方で、ま、あのゆっくりして、うん、中でま寝るみたいな、うんうん、まあ、冬はもうね中を居住スペースにできたらいいなってま思ってますので、うん、まあ、実際にやりながらレイアウトをまた考えながらですね、うん、あの使っていこうかなと思います。はい、まあ、サイズ的には、まあ、先ほども言った通り2人では、まあ、あのちょうどぐらい荷物を入れるとですね、うんうん、で、あのお子さんや、まあ、家族が多い方はこれよりまだ大きいグランデがいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただあの素材が変わってきますけどね、うんうん、ポリコットになってきますけど、うん、でもこれが出たってこと俺多分これのグランデ出ると思うんだよね。うん、2022年のモデルって書いてあったから、うん、多分まあ新しいのよ、うんうんうん、で、あの日本でレビューしてる人もまだいないので、うん、まあ、この形自体はあるんだけどね、うん、この素材がね、なんかグランデのこの素材出たら、うん、多分あの突然の雨とかも全然対応できるし、うん、ちょっとまあパッパってやったらもう水、あの水滴落ちるからさ、うん、乾いてくれるじゃん、うんうん、そういうのも考えるとポリコットンとはまた違った使い勝手の良さがね、うん、出てくるから、うん、それはそれでありかなと思うんですけどね、うん、まあ、それぞれみんなキャンプスタイルが違うからね、そう、自分たちのスタイルに合ったものを選んで買った方がいいしね、うん、はい、はい、で、あ、ちなみにあのさっき言い忘れたんですけど、うん、一応この素材も難燃性の燃えにくい素材になってます、うん、まあ、かといってね近くでガンガン焚き火とかすると、まあ、穴が開かないというわけでもないと思いますので、まあ、僕たちもそこら辺を気をつけながらですね薪ストーブとか焚き火とか、まあ、やっていこうかなと思います。はい、以上かな。その言い忘れたこととか気づきとかは今後そのキャンプをやっていく中で伝えていけたらいいのかな、うん、そうだね、うんうん、はい、ということでですね、はい、まあ、今回はあのお試し設営ということで、うん、まあ、うまくできたと思います。はい、はい、まあ、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.